おはようございます。釣り子 TV です。いくつかね、ご質問をいただいたやつがあって、コメントで返せるときはですね、コメントで返しているんですけども、せっかくなんで、いくつかご紹介したいと思います。まずですね、ブルフラット 3.8 のテキサスはどうアクションしますか？竿を上にアクションですか？というご質問があって、ブルフラット 3.8 がね、あんまりね、たまにしか使わなくて、基本はどれだ？こういう感じのブルフラット 4.8 インチを、テキサスで使うことが多いんですけども、竿を上にアクションですかということで、竿を上にアクションですね。で、このギル系ワームなんですけども、ピッピッピッってこうね、誘い上げて、で、その時にフラフラ、フラフラフラ、フラフラフラ、落ちていくね。それに食いつくことが多いかなと思うので、こう、上に三段しゃくりぐらいでこう、上げてきて、そんでもってこう、フリーフォール、ちょっとテンションを抜いてゆっくり、落としてやると、重りをね、シンカーのフリーでつけるんですけども、ストッパーとかつけないで、重りが先にこう下にストーンって落ちて、で、それを後を追うようにノーシンカーのような状態でこう、なんていうのかな、フラフラフラーっていう挙動で落ちていくことが多いので、アクションとしてはどうするかっていうと、こう、クイックイックイッとね、こう、上に誘い上げるアクション、もしくはもうね、ずっとリール巻きながらこう、振って、で、上げてきてたまに落として上げてきてたまに落としてっていうことが多いですね。で、その他ですね、僕もリミテッドのグラビアスをつけております。今 P ラインの選択、リーダーのラインの何ポンドにするか悩んでいます。おすすめのセッティング教えてくださいということで、細井さんいつもコメントありがとうございます。グラビアス買ったんですね。あれ使いやすいですよね。ということで、P ラインを入れようっていうことなんですけども、 P ラインの使いどころは自分の場合はフロックであるとか、あとはビッグベイトを投げたい時に P ラインを使うことが多いので、ですね、だいたい65ポンド以上の強度のある P ラインを、リーダーなしで使うことが多いですね。で、 P ラインってしなやかでこうクニャッとなってしまうので、なんというかその針にね、プラグ引っかかっちゃうじゃないかなんていう風にね、以前ね、それでね、自分もね、リーダーをつけてたりしたんですけども、最近売っている8本寄りの P ラインとか、なんかねちょっとね、腰があるっていうのかな、前の4本寄りの P ラインより、よりこう、なんだろう、密に、巻かれているから、ちょっとね張りがあるんですよね。だから、あとはそのアクションの癖みたいな、そのバーンってやった後のどんぐらい糸を送って、その時にですね、糸のなんていうかな、こうバーンって煽った時の振って戻す動作の加減でね、あんまりね絡まないんですよね。だから、あとはフロッグの時なんかリーダーつけないし、プラグ使う時でもつけないし、ワーム使う時もあんまりリーダーつけないということで、最近は8本寄りで、さらに最初ね、ちょっとコーティングされているようなラインだと、こうやっぱり張りがあってね、ラインに、まとわりつきづらいっていうのがあるので、そういった時はね、リーダーつけないで、直結みたいな感じでですね、使っております。シーバスなんかでやっぱりマグザラとか、あとはジョインテッドクローマグナムとか、そういったやつね、投げて釣ったりしてる時も、あれほとんどね、P65 ポンドぐらいだったと思うんですけども、8本寄りのもので、それでもって、リーダーつけないでっていうね、こういう感じで使うことが多いですね。で、ありがとうございます。いろいろコメントいただいてますね。質問失礼します。最近ブルフラット使ってます。3と、3.8 インチを中心に使ってますが、袋から取り出すと尻尾の癖があってひねり返ってたりしますが、気にせず使ってますか、それとも癖を取ってから、使いますか、ということで、癖は取らないです。ひねり返ったりしちゃってるのかな。
あのね、このボディの方に重さがあってね、このボディが引っ張ってスパイラルとかするんで、で、あんまりね、規則正しく動いてほしいわけでもないなっていうことがあるので、癖はね、あんまり取らないですね。結果、その方が釣れるなんていうこともあるんじゃないかなと思って、このね、ブルフラットに関しては、癖がついてても、で、まあ、その他のね、ルアーに関してもね、癖は取らないですね。あの以前はねちょっとねお湯で茹でたりしてその癖を取った方が釣れるじゃないかなんていうねイメージがあったんですけども、ジャッカルのあのダウザー俺たちさんが作ったあのフリックシェイク、あれの登場したぐらいでね、あれなんかもう最初偶然なのかあれ狙ってなのかな、あの畑さんがこうあえてカクカクっとねこうね、曲げた、ね、わざと曲げたやつがこうブルブルブルすごいねいい動きをして降りていく、それジグヘッドの真ん中に、つけて落としていくと、もうバスがね見たことない動きだってわーってね食いつくっていうことで、あのフリックシェイクめちゃくちゃ釣れるっていう時代が訪れたんですけども、だからあんまりね頭固くならずにね、これが例えばあのひねってたら、ひねってたことによってこのまっすぐなやつじゃないものすごいね自発的なすごい動きが出て、なんかやたら当たり針だな、ね、すげえ釣れるなみたいな動きが起こるかもしれないじゃないですか。というわけであんまりね気にしないでね使ってます。でそうですね、あえてちょっとこうぎゅうぎゅうに自分なんかはねその余ったやつとかこの同じ袋の中にいっぱい入れてこうぎゅーってねポケットとかに入れてこうねジーパンのポケットの後ろとか入ってたらこんな感じになりますよね。で癖がついちゃったりするとしても、あもうね構わずねあえてそんな感じでして使っちゃってるぐらいなんで、まあ質問の、お答えとしては、癖はとりあえず気にしないでいいんじゃないかな、もし気になるようだったらね、直した方が気持ちよく釣りが進められるっていうことだったらもちろん、癖は取った方がいいんじゃないかなということで、まあね結構ねできるだけコメント欄で、あったらですねそれでコメントでお返しするようにしてるんですけども、チャンスがあったらですね、質問コーナーみたいな感じでどんどん、疑問質問にもねお答えしていこうかなと思ってますのでね、なんかあのアクションどういう感じなのとかですね、いろいろ、こちらねまあその動画に関係ない質問でも全然構いませんのでね、あの動画上げたらコメント欄に書いてくれたら、絶対見てますんでね、それで、質問いただければ、たまったタイミングでお答えしたり、時間に余裕があったらねどんどんねお返ししていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り講 TV はですね、ちょっとねお答えしたい質問がいくつかあったので、答えてみてってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。